ブルースリーといえば最近格闘技の間バズってるジークンドーの石井東吾先生ご存知ですか？武井さん身体能力ワンインチパンチが見たいですだって、うん。なんかちょこちょこ出てくるよね。石井先生が、本当、なんだろう、わかんないけど、格闘技、もうガチ、スパーっていうか試合をやって、ガチ強だったら、習ってみたいよね。なんかね、その格闘家もうなるようないろんなこう技術をお持ちなんでしょうけど、説明したりするのはね、誰でもできるから、だからなんか、ガチで戦って本当に、あの体でさ、大きい人をビシビシ技術だけで KO していくとか、あるんだったら、あの格闘術は価値あるから、うん。ね。なんか技術はね、山のようにあるし、なんていうの、自分を襲わない人に対する攻撃っていうのは、ぶっちゃけ誰でもできるから、だから本当にそれが相手が動いて、意図を持って動いて、フェイントだったり、うん、なんか予測しない動きに完全に対応できる格闘技なんだったら、やっぱりそれは本物だから、それを見てみたいよね、まずね。うん、すげえ見てみたい、彼が戦ってるところ。まだこう、説明してるところしか見てないから、なんとも言えないんだよね。全然彼にリスペクトとかのない、ガチガチにぶっ倒しに行く人との戦いとか見てみたいよね。朝倉海とかとなんか、スパーリングやってほしいよね、ガチの。ミクル君とかと。それでもうあしらうみたいな感じになったら、俺マジでちょっと習いに行くかもしれないな。へぇってなると思う。見てみたいな。それをまず見てみたい。超楽しみ。うん。